本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて、本日の企画はこちらでございます。大きい手帳と小さい手帳、一体どっちがいいのか、このそれぞれの特徴について解説、お話をしていきたいと思います。8月も終わりに近づき、書店とか文具屋さんではですね、来年度の手帳が販売されるようになってきました。ぜひですね、今回の動画が皆様の来年の手帳選びのお役に立てればと思っております。まず最初にお話ししておきますと、決して今回の企画は、この大きい手帳と小型手帳をもうビシバシ戦わせて、どっちが優勢かなんてふざけたことを決める企画ではございません。私の過去の動画でもですね、散々お話をしておりますが、手帳の使い方、選び方というのは、皆様の目的であったり、生活環境、仕事環境によって変わってきます。去年までは大きい手帳がいいと言っていた方が、来年は小さい手帳の方が相性が良くなる。そんなことって結構多いです。実際に私も去年まではこのロロマクラシックの英語サイズを使っていましたが、ザ・お父さんの秘密基地という YouTube チャンネルを運営するようになってから、いろんな環境の変化もあってトラベラーズノートに移行しています。では本題に戻って今回の企画です。大きい手帳と小さい手帳の比較ですね。それぞれにどういったメリット、デメリットがあって、一体どんな方にこれが適しているのか、今日はここの部分をできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。では、まずは大きい手帳のメリット、デメリット、どういった方に向いているのかですね、この3つをお話ししていきたいと思います。今回、大きい手帳の代表として使わせていただくのは、私の愛用しているシステム手帳の一つですね、ロロマクラシックの英語サイズを参考にお話ができればなと思っています。冒頭にお話をしたように、私はもともと仕事のメイン手帳としてロロマクラシックを長く愛用していましたが、YouTube 始めたこととか、環境の変化によって今はトラベラーズノートに移行しております。ではですね、この大きい手帳のメリットについてお話をしていきたいと思うんですが、少しこれで例えてみたいと思います。私がとってもとっても大好きなバックトゥーザフューチャーに出てくるタイムマシンのデロリアンのこれ模型、トミカの模型です。一方で、これ私のデスクにいつも置いているバックトゥーザフューチャー同じくデロリアンの模型です。これね、押したらね、光るんですよ。超かっこいい。で、それじゃなくて。でね、同じデロリアンで、同じ模型です。仮にこれが本物であれば、共にこう走行するんですけれども、小さいか大きいかでもう大きく異なることってお分かりかと思います。中に詰める積載量が全然違うんですね。例えば軽自動車の N ボックスとハイエースでは、同じ車でも、もうそもそもの大きさが異なるので、積み込める量が異なってきます。例えばですよ、お一人とかカップルでキャンプに行くのであれば、これぐらい小さい車でもテントとか、机一つと椅子2脚、こと足りるかもしれませんが、ここに子供が2人とか3人とか、もしかしてペットも一緒にキャンプに行きたいとなったら、どうしても乗り切らないんですね。なので結局はファミリーカーのように、ある程度大きいミニバンクラスにいろんなキャンピング道具を入れて皆さんキャンプに行かれるわけです。ただ、キャンプに興味がない方からすれば、家族4人乗りでもそんなに大きい車じゃなくて小さい車でもこと足りるよね、というケースももちろんあります。手帳も同じです。はい。大きい手帳というのは、先ほどのデロリアンの話と同様に、シンプルに積載量があるということなんです。こちら、私が過去仕事で愛用していた時のセットアップを再現しております。ご覧いただいたらお分かりかと思いますが、めちゃくちゃ分厚い。こちらが小型手帳のワイドと比較していただいたら一目瞭然です。小型手帳に関しては下手するとペンの幅とほとんど変わらないんですよね。やっぱり大きい手帳というのは時間管理でも自己管理でも両方でも全てにおいて活用することができるというのがもう最大のメリットかなと思います。デイリーとかマンスリーのタスクも管理したいし、日記も管理したい。例えばランニングをされていてそういったデータ、記録も残したい。全部書き込みたい。そんな欲張りなあなたの夢を全て叶えてくれるのがやはり大きいサイズの手帳かなと思います。仮にシステム手帳であればこういったリフィルというのが各社いろんなメーカーさんが出されています。同じバーチカルのデイリースケジュールタイプでもメーカーさんによって若干表記が異なったりします。どういったリフィルの組み合わせ方が自分のライフスタイルに合っているのか、それを考えてセットアップしていく楽しみ。これは大きい手帳でもシステム手帳になってくると味わうことができます。例えばマンスリーページ、そしてデイリーページ、あとはフリーページ、リフィルの組み合わせ、配置によってガラリと表情を変えてくれるのも大きい手帳の魅力かなと思っています。そして3つ目のメリットはですね、大きい手帳は比較的、高いものが多いです、コストが。で、この話を聞くと、値段が高いんだったら面倒だな、それデメリットじゃないと思うかもしれないんですが、ロロマクラシックしかり、あとはいろんなメーカーさんがですね、やはりちょっと高品質の手帳を出されているケースが大きいです。つまりですね、一冊持っておけば、長年愛用することもできますし、経年変化を合わせて楽しんでいくことができるのも、大きい手帳のメリットにはなってくるかなと思います。では、デメリットいきましょう。デメリットはもうまずはシンプルにでかすぎる、重すぎるということ。下手すると MacBook より重くなってしまうケースがあります。でかいということがどう不便かというと、特にカバン選びですね。というのも、日々仕事に持ち運ぶアイテムというのは、MacBook とか、お財布とか、ノートとか、資料とか、ガジェットポーチとか、手帳以外にも持ち運ぶものが多いので、ただでさえこんだけでかくて分厚いものと一緒に、そういった仕事アイテムを持ち運ぼうとすると、選べるリュックサック、カバンが制限される。これは実際私が愛用していった中で不便だなと感じた点でしたね。二つ目のデメリットはですね、先ほどの楽しみにもなるんですが、リフィル選びです。リフィル選び、確かに楽しいんですけれども、慣れてない方であれば、どういったリフィルをどれぐらい組み合わせていくべきなのか、ここを考えるのが難しいんです。手帳の初心者の方は、あまり大きい手帳を最初から選ぶのは、あまりお勧めしないですね。車の免許取り立ての方がいきなりランクル乗るようなもんですね。ある程度車の操作慣れてから徐々にですね、大きい車にこう変えていくように手帳もバイブルサイズとかそういったところから始めていく中でこういった手帳に展開していってもいいのかなと思っています。そして最後のデメリット。大きい手帳あるあるなんですけれども、ぜひ、ロロマクラシック英語でも構いません。大きい手帳で調べてみてください。多くの方の手帳めっちゃ分厚いです。仕事と目的があって結果分厚くなるのは構わないんですけれども、変にその風景に憧れて意味もなく分厚くすることを目的にリフィルを入れていってしまうと、めちゃくちゃ使いづらくなります。ただでさえ重いのがめちゃめちゃ重くなった上に管理が死ぬほどしづらくなるという、そういった結末が待っています。これが3つ目のデメリットかなと思います。大きい手帳おすすめの方は、ある程度手帳経験がある方であったりとか、物を書くのが好きな方、あとは几帳面な方、そういった方には非常に向いています。それでは小型手帳のメリットいきましょう。もう小型手帳のメリットはもう言うまでもないですが、小さい軽いということ。これが最強です。先ほどの大きい手帳に関しては、とにかく重たくて持ち運びが不便です。これをポケットに入れれるわけなんてないんですが、小型手帳は後ろポケットにも胸ポケットにもさっとこう忍ばせておくことができる。この携帯性こそがやはり小型手帳のメリット。まあ名前に小型とついてるのがそこですよね。二つ目のメリットは手帳自体が主張しないということなんです。例えば、大きい手帳になると存在感がありありなので、例えば打ち合わせとかの段階でこれがボーンと出てくるとですね、ここに結構目がいってしまうことってあるんです。想像してみてください。商談相手の方が机にこれ置かれたら、気持ちこっち見てしまいますよね。わー、でけえ手帳使ってんなーってこう行くと思うんですが、いいも悪いも視線がこっちに行きがちなんですが、小型手帳の場合はそこの心配がありません。皆様がお持ちの、例えば文房具とか仕事アイテム、大体どんなものにも溶け込むことができる。やはりビジネスにおいて主役というのはあなたであったり私であったり人そのものになってくるので、いいも悪いも物自体が主張しすぎてしまうと、時にそれがマイナスになることってあります。香水の匂いとかもそうですよね。主張しすぎるとそっちにこうね、気になってしまうとか。同じです。小型手帳の場合はどんな状況でも溶け込むことができるので、そういった点の心配をする必要がないですね。3つ目。どんな状況でもすぐに書き込むことができる。これは強い。例えば、電車の中とかで予定ちょっとチェックして書き込みしようと思った時に、私ね、これよく電車の中で出してたんですよ。これを膝の上に置いて書き込んだりすることがあったんですが、どう考えてもでかすぎて邪魔なんですよね。満員電車になってしまうと、これを持って予定確認することすらかなり至難の業です。このように赤ペンが落ちることもあったりします。ただ、小型手帳になると、さっと取り出して、満員電車でももちろんできますし、どんな状況でもすぐ書き込むことができます。結果、小型手帳のメリットを3つ挙げましたが、共通して言えることは、やっぱり小さくて軽いということです。では、デメリットは一体何なのかいきましょう。デメリット、もうシンプル。デメリット×情報に限りがあるということ。先ほどの大きい手帳になると、時間管理、自己管理、両方3つの管理方法をふんだんに使うことができますが、小型手帳にそこまでの能力を持たせることはできません。できないこともないですが、シンプルに書ける面積があるので、限界があるということは予想できるかと思います。2つ目は自分の中での手帳ルール、各ルールというのを明確にしておかないときつい。マンスリーページ自体の大きさがもう手のひらぐらいしかないので、この限られたボックスの中に日々の行動とかタスクを書こうとすると、短い言葉で書いたりとか、自分の中での書く書き方を明確にしておかないと逆に見づらくなります。そして最後のデメリット。プロッターとか一部、ブランドではですね、小型でもレザーで経年変化が楽しめるようなものってたくさんあるんですが、小型手帳は閉じ手帳がやっぱり多いので、経年変化を楽しんだり、末長く使っていくようなタイプは結構限られています。大きい手帳の方がそういった点では幅広いかなと思っています。小型手帳おすすめの方はですね、時間管理、自己管理両方3つありますが、どこかの管理に特化されている方、あとはライトユーザーですよね。そんなにヘビーに手帳に書き込むことはないよと、リマインドであったり、備忘録、本当にその日に何があるのかのイベントごとだけでいいんだ。そんな方にはですね、もう大きい手帳は選ばずに、小型手帳でサクッと管理していただければと思います。今回はですね、大きさが両極端な手帳を使ってお話をさせていただきましたが、ここまでご視聴いただくとですね、いかにバイブルサイズとか英語サイズというのが非常に使い勝手がいいかというのを、感じていただけるかなと思っています。とはいえ、私自身もですね、やはりこの大きい手帳とか小さい手帳に憧れた時期ってありました。それぞれのやっぱりちょっと大きい、ちょっと小さい、だからこそ書ける内容とか醸し出す商品の魅力ってあるんですよね。きっと今回この動画をご視聴いただいた方は私と同じような多分感覚を持たれているかと思いますので、ぜひですね、めっちゃ大きいものかめっちゃちっちゃい手帳どちらかで迷われている方はですね、今日の動画を参考にしていただければ嬉しいです。というわけで本日は大きい手帳と小さい手帳について少し解説をさせていただきました。いかがでしたでしょうか？本当にですね、それぞれにそれぞれの魅力というものがあります。まずはですね、ご自身の使用目的を明確にしていただいて、かつその中でサイズ感迷われている方はですね、今日の動画を参考にいただいて、ぜひ皆様に合う最適の一冊手帳を見つけてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。